KHB ですが、太白区アスト長町への社屋移転に合わせ、今月から長町エリアのおよそ100カ所にフラッグを掲げて移転をお伝えしています。お目見えしたフラッグは KHB の新しいロゴと可愛らしさがパワーアップしたグリリとともに、アスト長町への社屋移転をお伝えしています。今月1日から KHB 新社屋前の森の広場公園や JR 長町駅前など長町エリアのおよそ100カ所に掲げられています。このフラッグには KHB が新たな拠点である長町地区に根ざし、この地区をさらに盛り上げていきたいという思いを込めています。また JR 長町駅と地下鉄長町駅の構内には、より多くの人に KHB を訪れてもらうため、新社屋へのルートを案内する広告も用意しました。はい、KHB はさらに地域に開かれたテレビ局を目指します。すでにね、一般開票1回させていただいてますけれどもね、はい、多くの方々が日々来ていただいてすごく嬉しいですね。はい、これからも気軽に訪れてほしいと思います。